皆さんこんにちは、滝沢カツナです。 Oh yeah、 とても素敵なチューニングで悲しい気持ちになってきてしまうね。ギターのチューニングが全然ずれてて、素敵チューニング言ってるからテンション上がらないね。もう最悪やね、こんなん悲しいね。だからチューニングしなければいけないよ。全然ずれてるね、すごいずれてる。この辺、この辺すごい触ってる。この辺、この辺、OK、 OK、 この辺、OK、 この辺、ワオ、ナイスチューリング、ワオ。滝沢勝内でございます。どうも皆さんこんにちは。まあこんな感じで、この僕がね、よくチューニングをしているわけなんですけれども、日曜の夜ですの生放送とか、あと動画の中でね、こうバイバイと、こういうチューニングをしたりとかすると、大体毎回チャットとかコメントとかで、何が起きてるんだとか、どうやってるんだとか、何を聞いてるんだみたいな感じで、なんでそんなチューニングができるんだみたいな感じのコメントチャットをいただくので、ちょっくら、今回の動画の中でその辺の話をさせていただこうかなと思います。といっても、まあ今日の動画はですね、その楽器やってなくても楽しめるような、この体験型のコンテンツになっておりますので、楽器やってなくてもピアノやってなくても、周波数とか音とかうねりとかチューニングとか、音楽が好きならばぜひ参考にしていただければ幸いでございます。平たく言うと、その2つの音を出して、その2つの音のうねりを聞いてるだけなんです。うねりで、そのうねりっていうのは、別にそんな難しい話じゃなくて、すげえ簡単なんですよ。この動画見ればね、全然ね、もう誰でもね、あ、なるほどねって感じで理解できるかと思います。そんな感じの体験型のコンテンツでございます。ちょっくらね、ギターの場合はね、この重音ってものに対して、倍音っていうこの、ちょっとこう雑味成分みたいなのがすごく多くて、聞き取りづらいんで、ちょっくらアプリを使って、今回お話をさせていただこうかなと思います。iOS のトーンジェネレーターというアプリを使って解説をさせていただくんですけども、これはまあすごくシンプルで、周波数を設定して再生ボタンを押すと、その指定した周波数が鳴るという感じのアプリです。これを iPad と iPhone、2つ使って、この音を聞いて、2つ音を鳴らして、いろいろこの遊んでいこうかなと思いますので、ぜひ楽しんでくださいませ。とりあえず最初に、気をつけたいこととしては、この動画はイヤホン、もしくはヘッドホンとかをして聞いた方が多分面白いかと思います。スピーカー、iPhone とかタブレットとかでも別にいいんですけれども、多分ね、イヤホンとかで聞いた方が違いがすごい分かりやすいし、多分聞いてて面白いと思うので、イヤホン、ヘッドホンが推奨でございます。もしよければ、ちょっとペット一時停止をして、イヤホンパッとつけて聞いていただけますと幸いです。それでは、iPhone と iPad の2つを使って、トーンジェネレーターというアプリを使って、皆さんと一緒に実験をしていきましょう。実験でございます。まず最初に実験3つやってみたいと思います。3つ。まず実験1は、iPhone も iPad も周波数を500にして音を聞いてみましょう。2つの音を聞き比べてみましょう。周波数 500Hz というのは1秒間に500回波が出てくるよっていう感じの、音の高さなんですけれども、まあ細かいことは抜きにして、1秒間に500回波打ってるんです。その音出していきます。実験1スタート。まず iPhone はこんな音。あれちょっとずれた。まず iPhone はこんな音。で、iPad はこんな音。まあ、ちょっと音質の違いはあるとも、まあ、同じ音っていうのは分かるかと思います。これと、これ。これを同時に鳴らしたらどう聞こえるでしょう。実験1スタート。耳を澄ませてよく聞いてみてくださいませ。まず iPad。そして iPhone。どうだったでしょうか。実験1、両方とも 500Hz で鳴らしてみる。これはね、特にその周波数の違いがないんで、何も、うねりとかもなく、すごいすんなりと素直に聞こえたかと思います。聞いてて気持ち悪いとかないと思いますし、なんかこう素直に聞こえるというか、あー、まあなんか音が鳴ってるけど、これがどうしたのみたいな感じで、違和感が全くなく聞こえると思うんですよ。次、実験2、iPhone を 500Hz で鳴らして、iPad の方を 10Hz 下げた 490Hz で鳴らしてみましょう。この時に皆さんの耳にどう音が響くのか、これを耳を澄ましてよーく聞いてください。いきます。まず iPhone 500です。500。そして iPad いきます。
なんか波が出てきましたね。結構の速さで、ボロ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 ぐらいのスピードで、なんか波が出てきました。波が。これが最初に僕が言ってたそのうねりの正体です。違う周波数のものが2つバーンって出ると、その周波数の違いによってこのうねりが生じるんですよ。これ今その 10Hz 違う時のうねりです。これ実験2、ちょっと覚えててくださいませ。実験3、iPhone はまたそのままで iPad の方をさらに10下げて、つまり 20Hz 差ですね。鳴らしてみましょう。まず iPhone500 スタート、500。パーン !500 です。でもう片方のこっちは480でいきます。いきます。どう聞こえるでしょうか。耳を澄ましてよく聞いてください。いきます。なんかさっきよりも速くなりましたね。波が。ふるっつって。さっきはわわわわわくらいだけど、こっちはふるって感じで、すげえ波が強くなったのが分かるかと思います。ちょっとおまけでもう少しやってみましょうか。470まで下げて鳴らしてみましょう。そうするとまたさらにどう聞こえるでしょうか。10下げて波が出て、で20下げてさらに波が強くなったからば、もう少し下げたらさらに波が強くなるんじゃないかなってやっぱ思いますよね。どうでしょう、聞いてみましょう。500Hz。 そしてこっちは470。って感じでめちゃめちゃ速くなりました。結果、実験結果から分かることとしては、周波数が一緒の時は波は現れません。現れません。現れません。で、その周波数が、違いが出てければ出てくるほど波が強くなるということが、ここから分かりました。わー、おめでとうございます。ちょっくら、もう一回やってみましょうか。同じ周波数で鳴らすと、まずこんな感じ。500。で、ここからちょっとずつ下げていきましょう。親から iPad の方をちょっとずつ下げていきます。いきます。まあ、こんな感じで周波数を離せば離すほど波は大きくなっていくんですけども、ある程度のところでなんか波の質が変わった感じがしますよね。この辺の質が変わった理由に関しては、そのなんかこの対比なんかこう周波数がなんかこうなんかこう 3対2とか、なんか2対1とかだったらなんかうんたらかんたらってのあったりとかするんですけれども、まあそれは話はさておき、基本的な考え方としては、一緒の時は2つの音が一緒の時はうねりが出ないんですけれども、離れれば離れるほどだんだんうねりが大きくなっていくっていうふうに考えていただければOK でございます。わかりやすいでしょ?わかりやすいでしょ?どう?普通にこのイヤホン聞いて2つの音をバーッと聞き比べてさ、ハハ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 とかってなんか波が出てきてるのがわかるじゃないですか。これね、もうどの周波数でもそうなの。例えば右側、iPhone の方773にしましょう。773。で、ここから iPad の方も773にしていけば、なくなりました。こんな感じ。iPhone の方、じゃあ、2000にしましょう。2000。ちょっとうるせえな。2000。で、この iPad の方も鳴らして2000に合わせていきます。やかましい。すごくやかましい。すごくやかましい。こんな感じ。基準の音があって、で合わせるべき音があって、でその合わせるべきの音をバーッとこうね、基準の音に合わせていくっていう感じなわけでございます。これをねやってるだけなんですよ、平たく言うと。でもまあこのトーンジェネレーターっていうアプリを使っていくと、その倍音っていうね、ちょっと雑味成分みたいなのが含まれない状態で鳴ってるから結構聞き取りやすいんですけれども、これをねギターに置き換えるとちょっとコツが必要って、そんだけの話でございます。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。このうねりを聞くのが上手になれば、チューニングはもっと速くなりますし、あとこの音感とかも良くなってくるかと思います。なんかこのコードが鳴ってるとか、そのオケが鳴ってるとか、カラオケが鳴ってるわけじゃないですか。カラオケが鳴ってて、で、それに合わせてこの歌ったりとかするわけなんですけども、その自分の声とオケが、この合ってないと、いわゆるこう、ね、うねりが生じるんですよ。うねり、波が。
でその波に敏感になれば敏感になるほど、まあ、いわゆるその音感が良いという状態になるんですけれども、その違和感を感じられるか感じられないかは練習でバッチリ、鍛えられるかと思います。ちょっから最後に少しだけやってみましょう。6弦と5弦をブンと鳴らして、今これ波がない状態なんですけど、わざとずらしてちょっと波を作りましょう。わざとずらして波を作っていきます。このぐらいの速度で、もうちょっと下げます。だいぶ波がずれてきましたね。波が速くなってきました。逆に合わせていきましょう。今この辺波がなくなりましたね。これでそのチューニングが完了となるわけでございます。うまく聞き取れましたでしょうか。まあ、聞き取れなかったらね、またこのビデオの巻き戻したりとかして何回も何回も聞いていただければいいなって感じなんですけれども、何度も言うようですけれども、このうねりを感じられるか感じられないか、シンプルにすればね、絶対わかるんですよ。誰でも絶対わかるんです。ただこのギターみたいな感じで、この倍音という雑味成分が入った時に、このね、どこを聞くかというか、その音聞こえてて、まあ、いろんな音が聞こえてきてるわけなんですけども、どこを聞くかっていうのを練習すれば誰でもできることなんです。なんでまあ、その周波数、トーンジェネレーターのやつをね、聞き比べ分かったならば、ギターでもこんなチューニングをして、音感を鍛える練習をしてみても面白いかと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。そんな感じでございます。なんか分かんないこと、気になること、コメント質問とかがありましたら、ぜひコメントの方にバシバシと、コメントを書いてみてくださいませ。また余力がありましたら、そのコメントを拝見して、なんか面白そうなコンテンツがあったら、この動画からスピンオフでね、また余力のベラベラとお話しさせていただこうかと思いますので、お気軽にご意見ご質問、コメントしていただけますと幸いでございます。そんな感じ。それでは今回もこの動画でこの辺で終わりにいたしましょう。最後に私、滝沢克成、ツイッターなどをやっております、TAKIJAWA 滝沢という名前で、ツイッターやっておりますので、もしよければツイッター検索していただいてフォローしてみてくださいませ。そちらの方で動画の更新情報とか、なんか日々の僕の暮らしぶりみたいなのを、ババッとツイートしたりとかしますので、その辺も楽しんでいただけますと幸いでございます。それでは長くなりましたけど、また次の動画でお会いいたしましょう。頑張って音の聞き比べ練習してみてね。じゃあね、バハハイ、さようなら。